高藤合戦は、天文十三年から天文十四年に、信濃高藤で行われた会の武田春信軍と、信濃の高藤雷継軍の合戦である。武田春信戦国時代の更新とその、周辺拡大天文十三年十月、宮川の戦いで、武田軍に敗れて公演に追い込まれていた、高藤雷継は、福与城主の藤沢頼地そして信濃守護で頼地の義形にあたる小笠原。 長時の支援を得て、再度反抗した。武田春信は10月16日、諏訪の上原城に入城して、諏訪州や板垣信方と合流し、10月28日に、福与城に進軍する。頼地は、小笠原軍の将、草間飛然と稲州を、後人三歳に入れて、守備を固めた。翌日、武田春信の同母帝の武田信重軍が、皇人三歳に取り付き、 11月1日から攻撃を開始した。小笠原勢は取り出を捨てて後退し、福予城の御爪と松島原で合流し、武田軍の進軍を食い止めた。11月6日、高藤来次は、武田軍主力が福予城を攻めあぐねているのを見て、諏訪への進軍を開始。武田春信は11月8日まで諏訪に滞在して、高藤、藤沢らを牽制しようとしたが、 日手から迫る敵、春信の,の帰国を見て、来月は上諏訪の武田方の屋敷などを焼き払った。天文14年4月、武田春信は主力を公園攻略に向けた。福与城は、小笠原長時の本拠の千馬郡に近く支援を得やすいが、高藤単独なら、問題にならず、小笠原の支援も得にくい。4月11日。 武田はじめ門の穴山信友らかわち州や小山田、信有の軍内集落。この出陣は終始雨の中だったとされ、4月15日に武田軍は杖月峠を越えて高東城を奇襲した。悪天候が続いていたため油断していた高東軍は、まさに不意をつかれ、4月17日に来次は高東城を放棄して逃走した。後に来次は、 武田家に侵入することになる。高藤陥落に勢いを得た春信は、4月18日に、高藤城に入る。そして4月20日後国に、福与城を包囲して攻撃するが、小笠原軍がご詰めして4月29日には、鎌田長と守るが戦死するなど苦戦した。また5月21日からは、龍ヶ崎砦を、小山田ら軍内衆に攻めさせたが、こちらも苦戦した。 だが5月22日には同盟国の今川義元の援軍も到着し、6月になって、取出の陥落で、福与城で武田軍の攻撃を持ちこたえていた藤沢頼近は清和になり、穴山信友や小山田信有を通じて春信との和睦工作を開始した。6月10日には、頼近の実定が人質として穴山信友に引き渡され、福与城は焼却された。 これにより、諏訪南部の敵勢力は排除された。ありがとうございます。